さあどうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミ安坂です。今年も来ましたよ。毎年恒例なんですけれども、まずニスモさんを今から取材はするんですけれども、ワークスチューニング、もう大試乗会でございます。これを経験すると、あ、なんか年末来たなという感覚になりますけど、 TRD さん、ニスモさん、無限さん、 SDI さん、もうすべて個別で動画作っておりますので、そちら見ていただければ幸いです。さあニスモですけれども、今回取材するのは、はい、まずはもう大人気車種ですね、エクストレール。僕もおすすめしております。そのエクストレールにニスモパーツがもうてんこ盛りについております。そして Z、 もうこれもいつオーダー再開するんでしょうね。やっぱかっこいい Z にもニスモパーツが。で、今日おまけ動画で、実はこれ撮影しないでって言われてればいるんですけど、いや近くで映さないからっていう、あのこれ何かというと、ちょっとお遊びカー的にニスモさんが持ってきたんですよ。要はあの今のノートオーラニスモに、まあ、スポーツリセッティングが入ってます。だからすごいパワフルにもなってはいるんですけれども、それに昭和のチューニング、要は車高調を入れてカツカツに落として、デフ入れてカツッと決めた車、どんな感じで走るのかっていう、その僕らの反応を見るみたいな、だからまあニスモさんからしてみたら提案ですよ。それで僕らの反応を見て、いや商品にしようかな、どうしようかなとか、まあそういった判断として持ってきた車なんですけど、めちゃくちゃ楽しかったので、ちょっとおまけ動画でその走りは流しておきたいと思います。じゃあ早速まずエクストレールからご紹介ですけれども、もう外から見た時にこの白ボディに対してどこがパーツだか分かりますでしょうか。なんかフロントも存在感あるでしょ。一番変わってるというか、ここが変わってます。フロント、このリップスポイラーのようなものがつきましたね。リップスポイラーのようなものじゃなくて、リップスポイラーですよね。はい、結構これしっかりと剛性も出てて、これ効きそうですよ。風がここに当たった時にこれを押し下げそうじゃないですか。その押し下げる力でもって揚力抑制ですよ、ダウンフォースを発生しようとする、まああの空力デザイナーの方、ニスモのですね、がしっかりとデザインしたものですので。でもここだと結構ね、速度的には60、70とか出ないとわからないんじゃないのかなと思いながら、でもその違いをちょっと確認をしたいなと思います。で、ホイールも変わってます。ホイールかっこいいですよ。これほらニスモって、サイズは一緒じゃないですかね。2355519インチですね。で、このホイール単造ではなく鋳造です。なのでそこまで軽量っていうわけではないですけど、4本合わせてで1キロは軽くなってます。まあでも一番はこのデザインですよ、と切削タイプのこの綺麗なあのニスモのホイールのデザインっていうところで商品展開されております。1本55,000円ですかね、これは。はい、あ、ここも違いますね。デカール貼ってあります。ここもそうですね。で、さらに、はい、こういったところも傷つき防止、リアも一緒です。2355519ですね。やっぱね、これインシュレーターすごい入ってますよ。だから防音系結構やっぱやってるんですね。あ、はい、ここニスモ、ここ結構かっこいいですね。うん、でさらにシャークフィンにほらニスモって、ここもカーボン調で、これもかっこいいです。で、後ろから見た時に何が違うかって分かりますか。ほら来ました、マフラーです。マフラーつきました。ステンレス製です。マフラーついてます。まあ、E パワーなので、エンジンは完全発電機じゃないですか。VC ターボじゃないですか。まあ、どういう音をするか、どういう音の兼ね合いになるかがちょっと予想できないところではありますけど、まあ、試乗して確認していきましょう。あと、ここにもデカールがついております。あとね、注目は、これこれこれ。ドア開けた時に、この、蹴られ防止みたいな、蹴られ防止というか傷つき防止っていうんですかね、このプロテクターガードがこれ商品展開されてるのも、これ魅力的ですね。おお、鳥、黙れ、黙ってください。蹴られた時に傷がつかないというよりも、この本体に傷ついたらこれ消えないじゃないですか。でもここだったら傷ついたら、まあパーツ変えたら新品同様になるのでっていう、この蹴られ防止みたいな、はい、プロテクターがあります。実はフロントも一緒です。フロントにもあります。もうちょっと高くまであったらってあるんですけど、ここ R がきつくて、多分ね、そこ最初はつくと思うんですけど、1年経ったりした時に熱とかかかったりするとこれ剥がれやすいとかで、多分ここまでで止めてるんだと思いますね。 R の緩いところで、こういうのも商品展開されております。じゃあ ZZ は、はい、まず見えないですけれども、スポーツブレーキパッド入っております。で、さらにこれ単造のホイールです。これかっこいいですよね。昔ながらのなんか王道のデザインですけど、かっこいいです。これ単造なので、4本合わせた1台あたり約7キロ軽量化、これ結構効きますよね、7キロ。で、さらに音が変わってるはずです。マフラー、これも変わっております。形状はそこまで派手っていうもんじゃないですね、大きさ含めて。で、左右一本一本で合計2本出しで、マフラーは、いや、しかし Z かっけー。白 Z もいいですね。僕だったらあとタイヤちょっと外出し、面出しまでしたいですけどね。面位置にしたい。
いやー、で、あとこれ中身としてはスポーツリセッティングのタイプ2かなが入っております。ピークのパワーとかトルクは変わらないですけど、そこまでのそのトルクの出方とか中間トルクがすごい太くなるっていう形なので、まあレスポンスアップと中間トルクがアップされてコントロール性向上っていうところの、まあいつものスポーツリセッティング、その効果を今から試乗して確認したいと思います。その値段まだね、この撮影時は出てないですけど、スポーツリセッティングのタイプ2とかいつもまあ12-13万円なので、その価格帯で来るかと思います。あとこのミラーがすごいかっこいいです。これカーボンミラーで、ほら造形がほらなんか空力効きそうでしょ。だからすっごいかっこいいですよ。じゃあ試乗していきましょう。まずはエクストレールから体験です。さあ行きましょうって言って今動き出したんですけど、僕ね今横に、僕が動き出す時にZ エンジンかけて博士に頼んでテントまで戻しておいてって頼んで、でZ のエンジン音だと思ってたんですよ。結構いい音してるな Z って思ったら、この車でした。ちょっと行こう。でも普通はしないですよ。サイレントドライブ系です。もうエンジン VC ターボ完全発電機なので、なるほど。僕エクストレイルの試乗機で、試乗レポートで VC ターボをなんかエンジンボックスみたいなところに入れて、なんか遠くに置いちゃったような感じでエンジンの存在感が結構ないって言ってたじゃないですか。舞い戻ってきたエンジンすぐそこにあるっていう、そんな感触です。でも嫌な感じじゃないな。あ、この車両インバーター音がすごいする。あ、するする。インバーター音なんだろう、これ。これ今まで僕が乗ってた候補車とかはしない。これ個体差？あ、この車両だとしたら、前コメントに書いてくれた、このモスキート音にも近い、この音って、ゴミさん気づかなかったですか？嫌じゃないですか？って言われてた意味がわかる。これちょっと電子系の音がしますね。早えな、早えし、音がいい。音がいい。へー、ちょっとスポーツにしよう。なるほどね、なるほどね、なるほどね。フロントのリップスポイラーが効いてんのかどうかはわからない。これ比べないとわかんないですよ、外してくれないと。だってこういう走りをエクストレイルしたことないですもん。だから比較にならないから、これわかんない。だから今のところ見た目だけでとりあえず買ってよっていう、効果がないわけはないと思います。だって空力デザイナー、ニスモの空力デザイナーが作ってますからね。そりゃ効くでしょう。いや、しかし、なんか VC ターボが結構近くに感じる。いいんじゃないですか？だからそれが一番大きな魅力かもしれない。だから今回試乗で、それ全然関係ねえじゃんって言われそうですけど、エクストレイルのモスキート音的なその電子のインバーター音ですね、これ。インバーター音結構フロント、この車両はするなっていう、これ個体差なのかなっていう、ちょっとここが、なんか、あれって思ったところ。これちょっとよくわかんないですね。このモスキート音的な電子機械音は、今まで聞いたことがないので、個体差でこういうのもあるのかな、ちょっとこれわからないです。でと同時にやっぱこのマフラーすっごい気持ちいいです。とても気持ちいい。ほんと VC ターボが遠くに行っちゃってるので、純正だと。だからそれを少しでも近くに置きたいとか、そういう気持ちの方は、このマフラーをつけたら、ちょっとエンジンの存在が少しバッと前に出てくるのでいいと思います。はい、なるほど。じゃあこのまま Z も乗ってみましょう。まあこれはもうこれ以上ちょっと今これ、例えばね、外行ったとしても何か分かる要素はない。ホイール1キロ変わったの分かんないの、分かんないですよ。だってそう、こういう走りしてないですから。だからその場で試さないと分からない。そんな感触です。でもいいんじゃないですか、このほらちょっと聞こえます、ほらこの音、ほら結構いい音するでしょ。いいと思います。はい、では乗り換えましょう。さあでは行きましょう。まずは Z です。さあどんな感じか
スポーツリセッティングが入っているんですけれども、あの車ってね、本当走り出した時に一発目に感じるものって結構当たっていると、僕は今でも自分のそういう直感的な感覚とかをまあ信じてはいるんですけど、今ね思うのは本当かなってこれは思うけど、7キロホイール軽いじゃないですか。多分その効果だと思うんですけど、ノーマルの Z をこんなになんかね、出足がここでアクセル踏んだ時にヒュッてこのね、ほんのちょっとの出足の違いがあるっていうのかな、体感上のなんかね、それはある。これがホイールの違いって言われたらへーみたいな、そうなんだみたいな感じ。でもそれしかないと思うな。ここでノーマルの Z こういう軽やかさ、まあ軽やかではあるけども、ほらなんかね、なんかあのハブの中のグリスがすごい抵抗の少ないグリスが入ってるような感触だから、転がり抵抗が少ない感触、そういうイメージです。で、今これオートマトランスミッションで、今バージョン ST じゃないですか。オートマトランスミッションの場合、これ今ノーマル状態で走ってます。スタンダードです。でこれドライブモードセレクトあるじゃないですか。上にするとスポーツになるじゃないですか。で上にしたスポーツの時に初めてスポーツリセッティングのプログラムが始動されます。だからスタンダードで走ってる時には通常のこれ Z と変わらないです、何も。だからまあそれで言った時に、今まあ普通に、なんかね出足がちょっといいのはこれ多分ホイールだと思います。完成力が少ないからだと思います。1台あたり7キロってやっぱね、そのぐらい体感できるレベルだとは思いますけどね。あとはちょっと黙ってます、加速します。排気音確認、なんかやっぱちょっとのぶとい上の抜けた時の上の結構高回転の音とかもいい感じになってますね。これ今まだスタンダードなので、スポーツリセッティング、要はスポーツモードにしたらもっともっと鋭い吹きになるはずなんですけれども、今それをやっちゃうとね、実はスピーカーからも音が出てくるので、排気音だけの純粋なる比較にはならないというか、確認にはならなかったので、今改めてちょっとスタンダードで確認してみました。もうちょっともう一回だけ、って言っても全然ね、近所迷惑に全くならない、全くです、全くならないぐらい上品な中での若干のぶとい音ぐらいなので、うん、まあ適度な感じでいいんじゃないですかね。ちょっと人とは違うぞみたいな、なんかニスモっぽい音っていうのかな、日産の V6 っぽい音っていうのかな、なんかそういう感触でございます。じゃあそろそろスポーツリセッティング、はい、オンしました。さあどうなるか、ね、すっげえ音良くなったでしょ。これスピーカーです、スピーカーだから、スピーカーです。吹け方も違います、吹け方も違いますけど、だからスピーカーが大きいですね。いやー、レスポンス良くなった。パワフル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 。これね、簡単にドリフトできると思います。これ今横滑り防止装置は入れているので滑らないですけど、おお、すげえパワフル、レスポンスもいいし、パワフルっていうか中間の加速がすごい。この回転数が4000回転ぐらい、3000、4000回転ぐらいがすごいのぶとくなったような感触。おお、いいじゃないですか。これみんなつけた方がいいんじゃないの。そんな感触です。これまあスポーツリセッティングはもう走り好きの人は、まあ、僕も GTR につけてたのもありますけど、まあその時にも堪能したのもありますけど、もうねつけて損しないっす、うん、そういう感じです。じゃあ最後一周だけちょっと横滑り防止装置を、まあ、完全オフはできないですけど、はい、
ここ回るな。ちょっともう一回行こう。悔しい悔しい。もう一回もう一回。帰りましょう。いやーしかし楽しいっすねこれ。すげー楽しい。ほっといたらずっとこれ走ってたい。こんなにノーマルでスポーツリセッティング入れてこんなに楽しめるなら、僕最近ねオートも結構いいなって思いますよ。楽、こういう遊ぶのもドリフトするのも回転数あんま考えなくていいんで。マニュアルだとやっぱね途中結構シフト変速したり、まあそれはそれで面白いんですけど、うん、いやこれいいじゃないですか。まあこんなような楽しみまで全部懐深くできるっていうのが今回の Z で、このスポーツリセッティング、まあノーマルでももちろん今の走りをに近いところできるんですけど、やっぱね中間のトルクが太いからすごいやりやすいですね。なので僕的にはこれもう Z 乗りの方はみんなつけた方がいいんじゃないのかなって思います。でスポーツモードとノーマルをちゃんと選べるオートマだったらみんなつけてもいいんじゃないのかなって僕は思いますね。でもマニュアルの場合って実はこれスポーツリセッティング入れちゃうとノーマルモードも選べないので、もう要は走行モード切り替えがないじゃないですかマニュアルは。だからマニュアルでやるとスポーツリセッティングちょっとねアクセル操作に対して結構レスポンスがいいんですよ。センシティブなんですよここが。なのでちょっとねアクセルちょっと踏んだ時とかのギュッていう出方とかそういうのが少しラフには、ラフというか過激っていう言い方もおかしいな、少しセンシティブなんです。まあなんで英語にしただけだろうって言われそうですけど、だから普段からいやそこまでちょっとアクセル操作もうちょっと鈍感で俺いいんだけどっていう時もあるじゃないですか。例えば荒れてる路面とかだと足の動きに連動しちゃう時あるじゃないですか車の動きが。だからそういうのを踏まえたらマニュアルの場合にはまず1年ぐらいノーマルで乗って、いやもうちょっと俺レスポンス欲しいよとか、もうちょっと中間のパワーとかトルク感欲しいよ、3000回転4000回転あたり僕のフィーリングで確認した限りで言うとが欲しいよって思う方はこれスポーツリセッティング入れるとなんかまた違う車に生まれよう変わるような形で多分楽しめると思うので、だから最初からつけるよりも途中からつけるのがいいんじゃないのかなと。でオートマの方も途中からつけるのがいいと思いますけど、最初からつけてもオートマの方はだから走行モード切り替えがあるのでいいんじゃないのかなと思います。まあ何にせよニスモのスポーツリセッティングはもうねモデュール X と並ぶぐらいねもう外れないので、まあなので僕は結構ねおすすめでございます。今日のおまけ動画的にはオーラニスモのこれスポーツリセッティング入ってますので、これちょっと乗っていきたいと思います。いやこれねめちゃくちゃちょっと楽しいので、これ本当ね刺激的ですよ。行きたいと思います。さあ行きましょう。スポーツリセッティングのオーラで、しかも車高調ですっげー楽しいです。しかもデフ入ってて、さあちょっとね加速であんまりバッテリー使いたくないんだよな。でもちょっと行くしかないか。はい B モードスタート。めっちゃ速いんですよ。しかもすっげえ速いですよ。もう100キロ出るし、やばいよ。速い速い。ほらなんかね、ほらほらこのねグングングンっていうこの車高調っぽいこのなんていうんだろうな、このちょっとハードな足だから、おおほらほらほらグン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 って動く。これはこれでねすっげえ楽しい。マジ楽しいですよ。なんかだから僕よくニスモの時にマーチニスモとかってすげえ昔のもうやんちゃなチューニングカー、ほら僕すっごい動くでしょ、やんちゃなツーリングチューニングカーのなんか感じだよってよく僕例えたりしてますけれども、その感じその感じ、すごいすごい。でもうねフェンダーとかもちょっと当たってますしね、車高落としすぎて。しかもこれデフのチャダリングがありますって、冷えてる時だからそのぐらいデフも効いてるんですよ。ほらすげえ速いよこれ、ほんと速いよ。
こういうのもいいんじゃないですか。だからあのニスモとしては e パワーとかでなんかどんどん電動化とか進んでる中でも実はスポーツ性とか楽しさあるぜっていうところをやりたいみたいなね。いやー本当なんかね気持ちいい、手応えもしっかりしてる。あそうだ、これエンジンマウントやってたって、やってるって言ってた。だから手応えがねすっごいビシッとしてるんですよ。だからアクセル踏んだ時にキュンってなんかね、なんて言うんだろう、方向性がすごい出る。これまあこの世界をじゃあ今じゃあ実売でこれを求める人がどのぐらいいるのか。でも乗り心地がそこまで悪くなってないから僕いると思うんですよね、こういう分かりやすい世界、分かりやすいスポーツの。だから一般道って速度出せないじゃないですか。速度出せない中でなんかちょっと楽しめる雰囲気が味わえるっていう世界は僕いいと思っていて、まさになんか今その感触が出てるっていう、そういう感じかな。これだからとってもとても僕の中ではイメージがいいですね。でもちろんデフとかがすごい効いてるので、だからあのキュン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 行くんですけど、立ち上がりとかでも。でもまあこういうイオンとか若干チャダリングっていう専門用語では言うんですけど、デフが効いた時のあのカチャカチャ音でも、まあそれがあるからこそあの動きがあるので、僕はなんかこういう電動化とか e パワーとかが進んだとしても、なんかこういう車庫調とか、デフガンガン効かせるような、昔ながらの、だからニスモの方はもうはっきり言ってるのは昭和のチューニング施したノートオーラですって言ってたんですよ。ノートオーラニスモですって言ってたので、なんかほんとね、その世界があるので、なんか僕は結構応援したい、この世界は。なのでまあそういう世界好きな方とかはニスモさん出してっていう商品にしてみたいなの言えば、あのニスモもだんだん動き出すかもしれないので、何にせよまあ Z も楽しいですけど、それに並ぶぐらいなんかねワクワクウキウキする。でもやっぱね、あの僕2周で終わったじゃないですか。もう1周して2周目入ったぐらいで電池切れがだんだん起き出し、パワー感が少し落ちてくるんですよ。まあこのあたりがやっぱ e パワーの限界はあるかなっていうのはあります。まあ半分なんか車内開発参考車両みたいな感じだから、こんないろいろとついててすいません。急遽僕が撮影しちゃいけないっていうのを撮影させてもらってますので、ご了承していただければなと。あのニスモクオリティではございませんので、はい、すいません。ではでは失礼します。イカレフォー。